皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の V として知られるキム・テヒョンが俳優活動に復帰するとの噂が広まり、世界中のアーミーファンが驚きと期待を寄せています。これまでテヒョンの個人プロジェクトに関する憶測が多くありましたが彼の俳優としての経歴もファンの期待を高める要因となっています。テヒョンは2016年にドラマ ファランで俳優デビューし、強い印象を残しました。韓国メディアではテヒョンが新たな映画やドラマに関与していると報じられていますが、所属事務所ハイブはまだ公式なコメントを発表していません。それにもかかわらず、多くのファンは事務所からの発表が近いうちにあると予測しています。ハイブはメンバーのソロプロジェクトに慎重な姿勢を見せており、今回も例外ではないと見られています。 ソーシャルメディア上では、テヒョンの俳優復帰のニュースが広がると同時にシャープバクティングカムバック、などのハッシュタグがトレンド入りしました。ファンたちは、彼の演技復帰は最高の贈り物だとコメントし、興奮と期待を表しています。テヒョンが演じる新しい役柄については、これまでのキャラクターよりも複雑で感情的な側面が求められるとされています。 この新しい役は彼の演技力の深さを引き出すものとなり、さらに多面的な役柄への挑戦が期待されています。関係者は、このプロジェクトの成功が彼の俳優キャリアを新たな段階へと導く可能性があると述べています。他の BTS メンバーも、テヒョンのソロ活動に対して強力なサポートを示しており、特にジョングクは、大きな何かが待っているとファンを盛り上げてきました。 このようなメンバー同士のサポートが、プロジェクトに対するファンの期待感をさらに高めています。多くのファンは、今回のプロジェクトがどのような形で発表されるか、詳細なスケジュールを待ち望んでいます。テヒョンの俳優復帰は彼の多彩なキャリアに新たな賞を加え、K-POP や韓国ドラマ業界においても大きな影響を与える可能性があります。皆さん、今日の動画は以上です。 ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。